5秒前、4、3、2、1。シノの自分を高めるブックセラピー。時刻は午後2時を回りました。シノの自分を高めるブックセラピーの時間です。毎週水曜日この時間帯を担当するシノです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組では私の好きな本や日々の生活の中から心に響いたメッセージや体験談、感動したこと、おすすめしたいものなどについてお伝えしたいと思います。この番組を通して私自身も含め聞いている皆さん一人一人が自分自身を高め、自分らしく輝いていけるように応援できたらいいなと思います。どうぞ本日も最後までお付き合いください。はい、今週もやってまいりました。今日がね、いよいよ最終回なんですけれども、皆さん、寂しがらずにね、終わりは始まりでもあるということですので、なんていうんですかね、明るい気持ちで今日も聞いてもらえたら嬉しいです。今日は最終回にふさわしいかなと思って、選んだテーマなんですけれども、なんと愛についてです。でも愛といってもちょっと大きい、イメージがありますが、今日は自分自身を愛するということに対してのお話をしたいと思います。ドン・ミゲル・ルイスさんの愛の選択という本の中から今日は素敵なメッセージを紹介したいと思います。魔法のキッチン。あなたの家に魔法のキッチンがあると想像してみてほしい。その魔法のキッチンでは、あなたの欲しがる食べ物は何でも、世界中好きなところから好きなだけ手に入れることができるのだ。あなたは何を食べるか決して心配しなくていい。あなたが望むものが何であれ、それが食卓に並ぶのだ。あなたは食べるものに対してとても寛大である。あなたは他人からお返しがもらいたいからではなく、ただ無条件に自分の食べ物を与えるのだ。家に誰が来ようと、あなたは食べ物を分かち合う喜びのためだけに食べさせるので、あなたの家は常に魔法のキッチンからのご馳走に預かるためにやってくる人々でにぎわっている。そしてある日のこと、何者かがあなたの家の戸をノックする。それはピザを持った人である。あなたが戸を開けると、その人はあなたを見てこう言うのだ。どうだ、このピザが見えるかね。もしあなたの人生を私に支配させ、何でもただ言う通りにしてくれたら、このピザをあなたにあげよう。二度と植えることはなくなるよ。なんといっても、私は毎日ピザを持って来られるのだからね。ただ私に良くしてくれるだけでいいんだ。あなたがどう反応するか想像できるだろうか。あなたのキッチンでなら、同じピザを手に入れることができる。もっと美味しいピザですらも、にもかかわらず、その人はあなたのもとへとやってきて食べ物を与えようというのだ。もしあなたが彼の言う通り何でもするなら、あなたは笑い、そしてこう言うだろう。いえ、結構です。あなたの食べ物はいりません。食べ物ならいくらでもあるんです。あなたもうちに入って何でも好きなものを食べられますよ。しかもあなたは何もしなくていいんです。あなたの言う通りに、
私が何でもするなんて思わないでください。誰も食べ物で私を操ったりはできないのです。今度は全く反対のことを想像してみてほしい。何週間かが過ぎ、あなたは何も口にしていない。あなたはひどく空腹で、ポケットの中には食べ物を買うお金もない。先ほどのピザを持った人がやってきてこう言う。さあ、ここに食べ物がある。私の言うなりになってくれたら、この食べ物をあげてもいいのだが。あなたは食べ物の匂いを嗅ぐことができ、それにとても飢えている。あなたは食べ物を受け取り、その人が望むことを何でもしようと決心する。あなたがいくらか食べ物を口にすると、その人はこう言うのだ。もしもっと欲しいなら、もっとあげられるが、そのためには私の言う通りにし続けてもらわなくてはならない。あなたは今日は食べ物にありつくことができたとしても、明日は食べ物が得られないかもしれない。そこで食べるためなら何でもすることに合意する。あなたは食べるためなら奴隷にだってなることができる。なぜなら食べる必要があるのに食べ物がないからだ。そしてしばらく経つと疑いが出てくる。このピザがなくなったらどうしたらいいのだろう。このピザなしには生きてはいけない。もし私のパートナーがこのピザを誰か他の人に与えようと決めたらどうなるんだろう。私のピザを。さて、食べ物の代わりに愛の話をしているのだと考えてみてほしい。あなたは心の中にあふれんばかりの愛を持っている。あなたは自分自身のためだけではなく、全世界のための愛を持っているのだ。あなたは十分すぎるほどの愛を持っているので、他の誰の愛も必要としない。あなたは無条件に自らの愛を分け与える。あなたはもし何々だったら愛するのではないのだ。あなたは愛の億万長者である。そして誰かがあなたの家の戸を叩き、こう言ったとする。さあ、ここにあなたにあげる愛がある。もしあなたが私の言う通りに何でもしたら、その愛をもらうことができるよ。あなたが愛に満たされていたら、どう反応するだろうか。あなたは笑い、そしてこう言うだろう。ありがとう。でも私にはあなたの愛は必要ないのです。私にもこの心の中に同じ愛、むしろより大きく、より豊かな愛があって、私はそれを無条件に分かち合っているのです。しかしもしあなたが愛に飢えていたら、もしあなたの心に愛がないときに誰かがやってきて、愛が少々欲しいのかね。私の望むことをしてくれさえすれば、私の愛をあげてもいい、と言ったとしたら、何が起こるだろう。もしあなたが愛に飢えていて、その愛を味わったなら、あなたはその愛のためにできることなら何でもするようになるだろう。わずかばかりの愛を得たいばかりに、魂をそっくり与えてしまうことすらあり得るのだ。あなたの心はあの魔法のキッチンのようである。もしあなたが心を開いてみるなら、あなたの必要とする愛がもうすでにすべてあなたに備わっているのがわかる。お願い、誰か私を愛してください。私はとても孤独で、愛を得られるほど良い人間ではありません。私が愛に値することを証明するためにも、私は私を愛してくれる誰かが必要なのです。と、愛を乞いつつ、世界中を回る必要などないのだ。私たちはまさにここに、私たちの内側に愛があるにもかかわらず、その愛が見えないだけなのだ。人々が自分には愛がないと信じていると、どんな痛ましいドラマを招いてしまうか、わかるだろうか。
彼らは愛に飢えている。で、誰か他の人からの愛をほんの少し味わうと、それは大きな依存を引き起こすのだ。彼らは愛について依存的になり、取り憑かれたようになる。そうして、あの痛ましいドラマが起こるのだ。彼が私の元を去ったらどうしよう。彼女なしでどうやって生きていったらいいんだ。彼らは愛の売り人。必要な分量の愛を毎日提供してくれるものがいなくては生きられなくなるのだ。そして飢えていて、そのわずかばかりの愛の切れ端をどうしても手に入れたいので、彼らは他人に自分の人生を支配することを許してしまうのだ。何をすべきか、何をすべきでないか、どの服を着、どの服を着るべきでないか、どのように振る舞い、どういった振る舞いを避けるべきか、何を信じ、何を信ずべきでないかを他人に指図させてしまうのである。あなたがこのように振る舞えば、私はあなたを愛します。もしあなたが人生を支配させてくれるなら、あなたを愛します。私に良くしてくれさえすれば、あなたを愛します。さもなければ、諦めてもらうしかありません。などなど。人間の問題は、彼らが心の中に魔法のキッチンを持っているということを知らないということである。ずっと以前、自分の心を閉ざしてしまい、そこにある愛を感じなくなってしまったがために、そういったすべての苦しみが始まったのである。人生のある時点で、私たちは愛することを恐れるようになった。なぜなら、愛は不公正なものだと信じたからだ。愛は私を傷つけると。私たちは十分に他の誰かのためになり、他の誰かによって受け入れられようと努力したのだが、しかしうまくいかなかったのだ。もうすでに2、3回恋をし、そして失恋したことがある今、もう一度恋愛するなんて危険すぎるのだ。もちろん私たちにはあまりにも多くの自己批判があるため、どのような自己愛もおそらく持てないのだ。自分への愛がなかったら、他の誰かと愛を分かち合う真似すらどうやったらできるのだろう。私たちは関係を持つと利己的になる。なぜなら私たちは依存しだすからである。すべては自分中心なのだ。私たちはあまりにも利己的なため、人生を共にしている相手が自分と同じくらい依存してくれることを願う。私たちは自分の存在を正当化するため、また自分が生きているということには理由があるのだと感じるため、私を必要としている人が欲しいのである。私たちは愛を探し求めていると思っているが、実は私を必要としている人、コントロールし操ることのできる人を探し求めているのだ。人間関係にはコントロールの争いがある。なぜなら私たちは人の注意を支配すべく、競い合うよう飼いならされてきたからである。私たちが愛と呼ぶもの、誰かが私を必要としている、私のことを気にかけてくれているといった場合の感情は、愛ではない。利己心なのだ。どうしたらこれがうまくいくなどということがあり得るだろう。利己心からだとうまくいかないのは、そこには愛がないからである。私たちがそもそも関係を結ぶのは、分かち合いたいから、楽しみたいから、戯れたいから、退屈したくないからである。私たちがそもそもパートナーを探すのは、遊びたいから、幸せになり、ありのままの自分でいることでくつろぎたいからなのだ。私たちが愛を告白してパートナーを選ぶのは、ただ自分のゴミをそっくり彼女にぶちまけ、自分の嫉妬心のすべて、怒りのすべて、利己心のすべてを彼女にぶつけるためではない。
あなたを幸せにするのは、あなたの内側から湧き出す愛である。で、もしあなたが自分の愛を惜しみなく与えるなら、人々はみんなあなたを愛するようになるだろう。もしあなたが寛大なら、決して孤独になることはないだろう。もしあなたが利己的なら、あなたは常に孤独となるが、それはあなた以外の誰のせいでもない。あなたの利己心ではなく、あなたの寛大さがすべての扉を開くのだ。というね、こういうお話です。いかがでしたでしょうか。いやー、なんかね、愛の話したいなっていうかね、みんなね、なんかやっぱりね、心の愛を求めてどこかで生きてるんだと思うんですよね。でも本当はちゃんと自分の中に愛を持っているんだっていうことを気づかせてくれる本だと思います。とても素晴らしい内容になっていますので、よかったらぜひ読んでみてください。ドン・ミゲル・ルイスさんで愛の選択というお話でした。では今日も、ポジティブになれる曲をお伝えしたいと思います。私の好きな映画天使にラブソングを2の中からのサウンドトラック、Oh Happy Day です。アイミさん、スプリームスプリームさん、ありがとうございます。そして他の皆さんも、見てくださってありがとうございます。このちょっと音楽をかけてる間にですね、お知らせしておきたいと思います。今後しのさんと連絡したいときどうすればいいのっていう件についてなんですけど、私自身ブログを持ってますので、よかったら、今後の活動などについては、ブログでチェックしてみてください。映ってますかね。あ、こんな感じ、綺麗に映ってますか。心に響く、ちょっとマイクより、あ、マイクよりあるんじゃない、左右が、あ、左右がこうか、あ、ごめん、ちょっとこう、あ、こうですね、はい。心に響くメッセージですね。で、アメブロでブログを書いてますので、よかったらこちらの URL のこのサイトにアクセスしてみてください。で、Google では、市のブックセラピー沖縄って入れるとおそらく出てくると思います。それ以外の心に響くメッセージっていうね、文字を入力すれば出てくるかなと思います。で、今後の活動についてはですね、ブログにも書いてあるんですけど、お話し会ですとか、あとは、今やってるライターのお仕事が、増えつつあるので、そこの方面で活動していきたいなと思っております。なんかね、なんかみんなの心を元気にするような、そんな活動がしたいと今思っていて、いろんな出会いもあり、お声をかけてもらっています。なので、そういう活動をちょっとしていきたいなと思います。それから、ちょっとコメント読んでいきますね。あゆみさん、ありがとうございます。すごい表紙、エネルギーあふれる感じだね。そうです、そう、今日は赤であり、こういうパワーの感じる本ですね。欲を満たそうとして自分を粗末にしてはいけない、自分の価値を下げてしまわないようにってことね。魔法のキッチンを心に例えたのが分かりやすいですね。そうですよね、よかった、共感してくださって嬉しいです。そうなんですよ、ドン・ミゲルさんの本の内容はこう人間の想像をこうかきたてる、想像させて気づかせかせるような内容の、あ、ごめんなさい、内容になってますので、読んでみると面白いと思います、ね。はい。高校の宗教の授業で学んだ言葉、悪事を、己に迎え、いいこと、良いことを他人に与え、己を忘れて、他を利するは慈悲の極みなり。あ、もう懲りた、そう、調べた調べた、そうですね、はい。自分を忘れてでしたっけ、
そう、自分を忘れて他人の、リーするは慈悲の極みなり、自分を忘れて他者を思いつく、思いやって、いろんなことを与えることはいいということですよね。普段忘れていることですね。そしてあゆみさん、利己心と依存に支配されやすいから人間は本当に弱く脆いもの、学びと実践の繰り返しで魂を成長させたいですね。はい、そう、まあ、その気づきをね、得るために、まあ、生きてるところもあると思うので、それをあーこうだーってこう落ち込むのもある意味、幸せの一部だと思いますので、それをぜひ楽しんで見てください。3人分前です。あ、はい、マイク寄せてもらって。あ、そうですね。あ、FM キノワの公式ツイッターに画像をアップしてもらってはいかがですか。ちなみにブログは見させてもらっています。え、そうなんだ。スペリフスピンさん、ありがとうございます。相変わらずアメブロでよろしくお願いします。10秒前です。5秒前です。さて、そろそろエンディングが近づいてきました。しのの自分を高めるブックセラピーですが、お聞きの皆様はいかがでしたでしょうか。いつもコメントくださってるあいみさん、そしてスプレームスプレームさん、いつもありがとうございます。そして、ツイッターのね、あ、ツイッターで聞いてらっしゃる、他の皆さんたちもいつもありがとうございます。本日、最終回になりましたけれども、冒頭でもお伝えしたように、始まりは、あ、ごめんなさい、終わりは始まりでもあるということなので、新しいスタートを、明日からスタートしていきたいと思います。今後の活動は、先ほどブログでも、あ、ごめんなさい、ブログの PR したんですけれども、心に響くメッセージ、市の、ブックセラピー沖縄で検索すると、私の、ブログがごめんなさい、ブログが見られるかと思います。ここで、今後の活動などチェックしてみてください。私自身は今後の活動として、お話し会とかですね、みんなを元気勇気づけるようなお話をしていき、そして、まあ、お呼ばれしたりしたりしたら、ごめんなさい、そこでいろんなね、お話とか今までの経験とかをお伝えしていけたらいいなと思います。そして本業でもあるライターの方でも活動していきますので、雑誌ポルトの方も、よろしくお願いいたします。ということで、ラジオではお別れですが、引き続き皆さん今後ともよろしくお願いいたします。皆さんありがとうございます。スプレームスプレームさん、毎週水曜日1時58分にかけているスマホのアラームが来週から不要になるのかもうそんな寂しいこと言わないでね。はい、今後の活動を応援しています。フレフレしのさん、埼玉も来て、はい、ぜひ行きます。お話し会とかぜひさせてください。スプレームスプレームさんの方にもね、いつかお会いできたら嬉しいなと思っています。では今後はブログで、お会いしましょう。ゆきさんから何かありますか？はい、毎回毎回違う本を紹介してくださったじゃないですか、はい、だから私も含めてですけど、すごく、あ、この一冊はっていうのに出会えた人もいらっしゃると思うんですよ。だからすごく意味があったと思います。私も、はい、何でしたっけ、一冊すごいのがあったんですよ。なんだろう、片付けするもうあれはもう聞きました、はい、もうすごい、すごかった、はい、10万円でしたっけ。あ、出てきた、片付けたら、いや、そういう金銭的なことじゃなくて本当に困ってたんで、あ、自分も大丈夫だと思いました。あ、嬉しいです。そんなね、コメントいただいてありがとうございます、はい、で今日の本についてもね、はい、ちょうどなんか自己愛についての、うん、メッセージをいただいてた時だったんですよね。この最初のところから、うん、今日読んでくださった最初の辺から、すごく自分で考えさせる内容ですね、うん、そうそうそう、ね、で皆さんね、本当に自分をぜひ愛して愛して満たしてあげて、周りの人にも愛を分け与えてくださいね。はい、毎週水曜日は自己解雇ができる素晴らしい時間でした。スプレームスプレームさん、ありがとうございます。なんか
いつも通りに終わらせてください。ちょっとね悲しくなりたくないので、はい、書店行く回数が増えた、本当に明るい表紙だ、はい、ぜひまた本も楽しんで見てくださいね。では本日はここで、終わりたいと思います。また続きはブログで、今後または実際にお会いして対面して、一緒にね学んでいけたらいいなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。では皆さんまた、どこかでいつかお会いしましょう。はい、ごきげんよう。しのさんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんさようなら。午後も、良い午後をお過ごしください。ハッピーでね。また来週とか。じゃあ失礼します。さよなら、またありがとうございました。